武田哲也今朝の3枚おろし失敗によるんですけど明らかにこっちが悪い時はできるだけ早く謝ると思うんですけど自分が悪いか曖昧な時は分かんないですやっぱりこう。 世の中のニュースを見ておりましてもそうですけど謝る基準っていうのが非常にこのジャッジしにくい世の中になりましたですねなんでしょうね、えー、私なんかちょっと女房に仕込まれてすごめんごめんねってすもう目と目が合えば謝るという関係なんでね慣れておりますけどやっぱり世間全体はね謝り方難しいございますね武田鉄矢今朝の三枚よろしコシューまな板のェア 狼がいないとウサギが滅びるおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなですちょっと長めのタイトル並べてしまいましたが狼がいないとウサギが滅びるはい。これもちろん あの、本のタイトルでありまして、狼がいないとなぜウサギが滅びるのかという、その理屈を書いたという、山田岳さん、あるいはけんさんでいいのかな、集英者から出ております。こ、これはあの、私が狼不安で、狼を放てばいいことあるぞ、みたいなことを語ってる本をこの、さまよろして、次々好んで取り上げてるんですね。私は犬好きが高じて、狼のつらつきが気に入りまして、そんなこと言ってるんですが、山田さんは逆の意見です。はい。 そんな簡単じゃないよ。自然はというね。だから反対意見の方も取り上げてみようと思いました。はい、山田さんというこの博士はどこから話を解くかと言いますと、土から話し始めるという。土ってのがすごく重大で、動植物が分解されて土砂が接着して生成された暖流構造の土壌っていうのが、土ってなんでできてるか知ってるなんでっていうか。土って何でできてるあの、まあ、ま、あ 何でっていうこともおかしいんだけど、あ,<ー>あの、岩石なんだけども、ミミズが食うことによって土になるんだって。えミミズなんだって、すべての土を作ったのは。ミミズは土食べますよね。食いますね。で、お尻から出した時に、はあ、あの、その、いわゆる、そのミミズのうんこが土になるんだって。えそうなんですかうん。だから大地作ったのはミミズだっていう説もあるぐらいで。えーはあ これ、ミミズの力によって、あの、土の一粒なんですが、レンコンのように、細かい穴が開いてるんですって。はい。それが、自然の一番底辺。自然の一番底辺は、この土、だ、ということなんですね。ここから自然界が始まるんだと。暖流土壌の深さ、1メートル。これが1メートルぐらい溜まりますと、500ミリまでの豪雨を、 蓄えることができるんだって。今年だって、雨散々あって嫌になったじゃない。台風も次々と。でも、その、ちゃんとした土が1メートルの深さあれば、500ミリの豪雨を吸い込むことができるっていうの。うで、しかも浄化機能を持っておりまして、その、降ってきた雨水を浄化して、飲み水に変える力があるのが土であると。だから、土こそが、 すべての自然界の土台なんだと。地球上で無機物から有機物を唯一生産する。それが植物でありまして、CO2 と太陽の光へ糖を合成するわけでありますね。その植物から恵みを受けまして、その植物を食物とする動物と、その食物を食べた動物を食べる動物。それによって自然界の食物連鎖というピラミッドが形成されていると。 はい。このピラミッドこそが重大である。ピラミッドの構造全体ね。それが大事なんだというね。こっからは数字的な話なんですが、私が感心しますのは、タカとかワシこれがね、すごいんですよ、やっぱり。ワシの場合だと、1万ヘクタールでワンツガイかな。ワンペア。 もうちょっと、はい、あの分かりやすく後ですぐ話しますからね。500から100ヘクタールが高の環境が必要で、東京ディズニーランドが50ヘクタールだそうです。はい。だから、1万ヘクタールを必要すとする和えー、500から100ヘクタールを必要とする高、それがどれくらい広大な森が必要なのか分かるでしょう。はい。 山手線の内側。これまた東京の方しかわかりませんが、申し訳ございません、地方の方。山手線内側で、え、6300ヘクタールだそうでありまして、これね、高熊で言うと、10津街がやっとなんだって。高熊高とか熊でね。熊熊。ごめんなさい。あの、高め<シ>とか和紙で。すごいだから、頂点というのがいかに貴重な存在か。母さんは時間の関係で見ねえか。 鉄腕ダッシュって見ないああ、たまに見ますよ。あやっぱさ、もう本当に。すごいと思いますよ。すごいな、うん、彼らのプロジェクトの中で、東京のど真ん中で、その、いわゆる生態系を自分たちで作ろうっていう試みやってて、うんうん、東京のど真ん中のある学校の屋上を借りて、そこに草花を咲かせて、自然をっていう。はいはい、よく調べると、あの、新宿でタヌキがいるのね。 あなんかそれ聞いたことあるこれはねびっくりするよはいえからまあ余談だけどリーダーはい城島く君がこの間あの秋のシリーズかなんかでさ稲刈りやってんだけどさ、ええ、もう後ろから見ると完璧福,福島のお役所さんだよね <laughs> もう見事なのよ釜で買って <laughs> 腰入ってますしね腰入ってほんで、えー、あの例の藁を抜いてくるくるっとまとめてうん束にしていくってのがう ああいう彼らのあのテレビ番組見てるともう自然っていうのが本当にわかるね。あの、はい、あの、ああの島で生きていくとか、あれかもう一つ横浜の海岸にダッシュ海岸って作って、魚を呼び合う。ええ、俺、あのシリーズが面白くてさ、はい、やっぱり自然のバランスっていうのは本当に難しいんだね。で、自然の一番の重要なポイントでありますが、 頂点をなくすと、たちまち、ピラミッドが崩れるそうであります。で、そういう意味で私おすすめの日本の山野にかつて頂点としていた狼。これね、70年前、戦後日本で日本狼絶滅するんですけども、うん、そこから、あの、その狼を狙う漁師さんという天敵も消えちゃって、その、非常にこう日本の大自然、自然というのは、 頂点をなくしているという。ここから話を始め起こしたいというふうに思いますが、この続きまた明日のまな板の上で。 おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷かなです。狼話でありますが、いつも話してる話とは逆の話でございまして、狼を野に放てば日本の自然が良くなる、そんなことはねえよという逆さの意見を今週は取り上げてみました。はい、日本の山野の頂点にはかつて戦前まで狼がおりましたけども、まあ、70年前戦後日本で日本狼は奈良が最後だったかな。 絶滅しちゃうんでありますね。それで、まあ、山の環境も変わりまして、また漁師の人たちも、たちまち商売にならず消え伏せまして、日本の自然界は頂点の獣をなくすわけでございます。で、というわけでございます1989年、なんと35万頭の鹿がおりましたが、1989年には、はい、これが2010年、最近の調査ではこの鹿が、 三百二十五万頭に増えてる。あ,あ、そんなにめっちゃくちゃ増えてるんです1十倍。<ー>もう鹿やりっぱなしですから。はあ、あの、ちょっと朝からなんですが、セックス大好き。鹿、はあ、ってそうなんだ、はい。全く私の一言に反応しませんね、あなた。いやいや <laughs> セックス大好き。ねック鹿ってそうなんだ。<laughs> え、2016年では一千万頭いくんではないか だってもう最近すごいじゃないですか。鹿の体当たりやりとか。ね、今年の秋口は、しかも街の真ん中まで来てるわけでしょ、うん、まずは鹿の方の害から言いますと、これね、鹿の害が熊の被害を呼んでるところもあるんですよ。鹿というのは背の届くすべての草木を食い尽くす。それでその食い物を探しに、イノシ,シとか熊がさ、あの、町まで降りてくるというわけでありますな。はい。 で、まあ、私はあ、狼は日本の山野に放てばっていうことをこの番組で、その、その手の本を取り上げたんでありますが、山田さん、この山田、武さん、健さんはですね、この考え方には大反対でありまして、増えすぎた鹿に対しても、そんなにうまくいかないと。うん、なぜならば、あの、鹿は獲物としてでかいんで、危険な目に遭うことが多いと。しかもただ食われやしねえから。うん 暴れたりなんかすると、狼も傷つくと。となると、狼はもっと小型を狙うっていう。うああ、言われてみればそうだな。そ,うん、そ,そういう例があるのよ、うんは。ハブが増えたんで、マングースを放したら、マングースがハブと戦わないで、うん、鶏ばっかり食っちゃ歩いたっていう。<laughs> それで、害虫になっちゃったっていう。うん、なかなかね、自然っていうのは。うん、だマングースも、 やっぱハブとは戦いたくないんですよね。そうですよね。危ないから。勝つか負けるか、生きるか死ぬかの世界ですもんね。そうそうやられたらね。<う>鹿を害獣と考えて狼を導入するという発想こそ、ピラミッドを消してしまうことになるんだと。害獣を生んだのはあくまでも人間であって、うん、勝手に決めてはいけないと。はい。で、その一例として著者は別の例を挙げてあります。これはね、俺なかなか面白いなと思ったんですが。 カシの名がキクイムシ、菊<え>、虫。えま、略して、ムシでいいや。虫うん。まあ、毛だらけの体長が4から5ミリって言いますか <laughs> ちっちゃい。うん。あのー、主に山野では、コならとくぬぎに取り付いて、その木を食うんだって。はい。ほら、自然の体型を守るって難しいんだね。コなら、くぬぎといえば、 あなたは町っ子だから知らないからおじさんが教えてあげましょう。はい。これですね、炭にするための木なんですよ。ん<ー>炭にするために、昔の人が、あの、里の近くに植えてるんですよ。小ラとくぬぎを。はい。はい、これすっごい便利な木でしてね、ある太さになったら、あの、根っこを残しといて切っちゃっていいんで。切るとね、脇から出てくるんですまた。 ほんでね、えー、周期どのくらいだったかね、10年以上くらいで、前に切ったやつと同じ太さになるんですよ。だから、10年ローテーションで切り続けるんです。そしたら、安定した炭がずっと生産できるわけですよ。はい、本当に便利な木なんですが、ただ一つ、これが大木になると、キクイムシっていう虫を山から呼ぶんですよ。呼び下ろすんですよ。 里近くに降りてくると、このキクイムシ、コナラクヌギで太って、他の木に取り付くんです。<う>だから、墨作りをずっとやらない限り、コナラクヌギっていうのはもう枯らした方がいいんです。<ー>これが、今全然できてないから、あのー、日本の里山の雑木林がガタガタになっちゃったっていう。はい、里山とか雑木林とかっていうのは、 手入れしない限り、ものすごい悪いものを山から呼び寄せるのね。日本中の松が食われて大騒ぎになったという事件がありました。これも金さんご存じないあんた町っ子だから。わかりません。これ旅してると俺ら危機感感じるぐらい。<え>中国地方、広島とか岡山の高速道路走っていくとね、松中松が赤く枯れてんの。 こぉ。いくつぐらい今から何十年前かな二、三十年前か。それでゴルフ場の松も危なくて、ゴルフ場の松には注射が十何本打ってあった。え、え注射注射が打つん。枯れないように虫が寄ってこない。はい。で、それはね、日本の松が全滅するんじゃないかっつって、叫ばれたぐらいなんです。実はこれも、人間が呼び寄せた、 松からしの虫のせいなんだと。はい。えー、このあたり、明日の続きで語りたいと思います。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。話こぼれちゃうけどどう可能天命の怒りは。今はちょっとびっくり。でもそういう親御さん増えてますよ。ねえ、うちの子は、えー、取らないでくださいとか。うん、学校でも最初にあの、うん、プリント配られて、うん、これから運動会とか文化祭の時に、うん、あの、自分の子供が写ってほしくないという人は前もって言ってくださいっていう,う,うお手紙配られますもん。 面倒、はあ、くさいっていうかそんななっちゃったのかなっていうのはありますけどね、うん、あなたあなたとは話が通じやすいんですがあなたがお子さん学校入れたでしょはいあそこの学校はですねあの連絡帳があるじゃないですかはい、はい、あそう連絡帳一冊ね100万単位で売り買いされてるらしいですよえどういうことですかえー、その連絡帳がうんうん、うん 個人情報流出としてダイエットメールに持ってこいだから。はい,い。難しい時代ですけど、そこのとこちょっといびつだよな。はい。だって、昭和の写真集とか見ると、あの、路地で遊ぶ子供たち、うもう涙が出るぐらいね。いい顔してるんです、ね、いい顔してんのよ。はい。いいよねー。はい、いや、あの、まんざらね、今回の話とは、あの、かけ離れた話ではないと思って、あえて、 してみたんでございますけどもね。外国からいろんなものが入ってくると、いろんな便利さもあるんですが、プラス、マイナスもあるという。それが昨日言った、あの、松からし虫ですね。えー、松の在、在線中という。これやっぱりあれですね。外国からの輸入材木の中に紛れ込んでたみたい。それで日本の松がうまくてうまくてたまんないから、 バリバリ食い出して、日本の山野が全部枯らされるんじゃないか。ということはあ、何かっていうと、あの、い、一斉に薬巻けばいいんだけども、日本の松林って、防風林みたいなやつもあるけども、ほら、松茸出てくる松林もあるわけじゃない。うん、高価な雲んま円の松茸、そこのところに農薬巻かれたんじゃたまんないっつんで、はい、地域によってここだけは巻くなとかってエリアがあって、 農薬さんとか聞かなかった。かなさん最近、松が枯れるなんて、ニュース、原稿で読んだことないでしょいや、ニュースでは読んだことないです。ないでしょこれ昔ね、はい、本当に大騒ぎしたんだよ。これなんで収まったか。これ、本当に面白いね。なんと、こいつが取り付いても食われないっていう松が、日本で出始めたんだって。強くなった、ね、強くなった。<ー>あなた、あの、あれわかる生高泡立ちそうっていう。 うわー。ええ、これ、キリンソウ。キリンソウ。キリンですよね。あ<っ>雑草ですよね。あの、野葉、あの、ちょっと郊外行くと、黄色い三角形の花つけた。はい。昔、荒地かなんかにこう、いっぱい咲いてたやつで。うん、あれ、戦い中なんだよ。箱根なんかもあれが、バーっと出てきて、すすきが全滅させられる可能性があったのよ。へー。 あ,あのね、聖鷹和立草は困ったことにアメリカの材木に紛れ込んで日本にやってきたんだけど、あいつ、根っこから毒出すの。そうなんだ。うん。で、他のやつを毒殺して自分が広がるへー。ところが今、奈良から始まったらしいんだけど、すすきの反逆が始まって、<ー>毒まかれても死なないってやつが増え始めた。へ<ー>今度はあの、 黄色いすす、あ、ごめんなさい、白いすすきか、黄色いセータか、ああだちそうか、郊外にちょっと出た時に、高速道路の土手とか、田んぼを見てください。はい。懸命に二者が戦ってますから、ね。ぇ<ー>あの、そんな風にして、毒に自らが強くなるという。はい、だから、人間がやることなんて、やっぱり、ほんの一部なんだな。うん。うん 例えばでありますが、まあダムを考えた場合でありますけども、ダムっていうのは基本的には河川の首を締めるという考え方がぴったりなのではないかと。これは私も教えられて、ハッとしたんですけど、ナイル川にアスワンハイダムっていうダムがあって、はい、このダムができれば、もうエジプトはすっげえ豊かな国になるぞっていう、ドンチャン騒ぎでかかった、 巨大なダムがあるんですよ。これがね、あんまり報道で言われなくなって、プラス、あの、エジプトもあんまり豊かじゃなくて、結構国内での戦いが激しくなってるんですね。うん、あの、ダムの底に予想以上に、あの、土が溜まりまして、はい、ダムとしてもうあんまり機能してないんですって。 これ不幸っていうのは不思議ですけどもダムでせき止めてるんで山から持ってきた川の水に紛れ込んだ土の栄養が下流に流れないんですって。ほうほうだからものすごい勢いで痩せていくんですって。へえ<ー>。だからナイル川って<ー>クレオパトラの頃が豊かだったらしいんですよ。だってクレオパトラの頃はあの あの、ピラミッドの脇まで川が来てたんでしょあそこだから沼地があって農業用水で結構小麦とか取れたらしいんです。それが今砂漠になっちゃってどんどんという。だから、ダム作りゃいいってもんじゃなくて、今はアスワンハイダムがエジプトを苦しめているという。政治的な動き色々あると思いますが、 このダムが首を絞めたというのがエジプト経済にとっては非常に大きなことではなかろうかと。これがですね、アメリカなんかにも共通したことが言えて、トランプさんなんかが登場するのが当たり前という裏事情があるからですね。はい、この土の話からアメリカを明日は語ってみたいと思います。この次また明日の話題の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。これがまた面白い裏話があるな。あとバックトゥービーチゃ見た見ましたよあん中で、あの、ジャイアンが出てきていじめ抜くでしょはいはい。はい。あれがトランプさんなんだって。えぇ、ー <laughs> あれね、もう一回かな、見てごらん。あ、本当にうん。髪の毛むやみにぼわーっとしたり。ってそう、言われてみれば。で、太って。はい、そうです。であ、言われてみればちょっとわかる。それがね、アメリカの三粒子で話題になってるのは、<う>あれ、バックトゥーラフィーチャーの最初、最後。はい。最後版。はい。あれこ、今年なんですよ。え、嘘。それでですね、あの中であっと驚くんですけども、 えっと、電光掲示板にニュースが映るんですけど、108年ぶりに、ほら、シカゴカブスが優勝してるんですね。えそれが、バックトゥーダフィーチャーの街角の速報で流れるんです。嘘でしょ気持ち悪いなんか。あれ、あの、前から言われたけど、監督さん懲り手だから、怒る可能性は全部上げたみたいですね。あの、新製品で何ができるかとかって言うんで。 空飛ぶスケートボードとか。そうそうそう。の紐を自動で結ぶとか、出てきますよね。よねあれはできたでしょ自動で結ぶやつはできたんだよ。本当に作ったの。本当本当に作ったのよ。へぇ、えー、そうなんだ。うん。で、あの、浮かぶやつ、半重力で浮かぶやつはできてないうん。<も>ほんで、あの、いじめっ子が、いじめていじめていじめ抜く人が、トランプさんをモデルにしてるんだって。もう、えー、あの映画を作る時から、あの、不動産王の後取りで有名だったの。へぇ、えー、そうなんだ。 これであれ不動産王なのよ。いやだ、ちょっともう一回見たい、マクテルフィルとフューチャー。うん、うわ面白い。ぜひ見てください。<ー>さあ、行きますよだから。アメリカも我々が知ってるすっごい強大な力とか、素晴らしい個人主義とか、はあ、そういう面と、基本のところでうまくいかなくなりつつあるものがあるわけ。<ー>このあたりは、俺、全然わかんないけど、そら頭のいい先生に聞いてほしいんだけど、 アメリカでの最大の問題は、えー、アメリカでは1トンのトウモロコシを作るために、毎年2トン以上の土が消えてなくなってるっていう。うん、アメリカのトウモロコシの大黒層地帯あたりなんですが、本当に考えなきゃいけないのは、どんどん土が削られてるんですよ。はい、それで、組むだけ、 水を地面の下から汲み上げるんですけど、スカスカになってきてるんです。はい。もう、上空から見るとわかるんですけど、皮膚病みたいに点々と何を植えても育たないっていう土の、あのー、枯れた土、砂漠化した土がアメリカの国葬地帯に広がってるんです。うん、これは、ロシアも中国もそうなんです。もう、金さんもわかるよね。とにかく、 化学肥料で何とかしようっていう。うん、とにかく、たくさん作らないと儲からないわけだから、はい、収穫量でとにかく補っていくわけで、あの、どん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 肥料を与えるんですけども、肥料を与えることによって、大地そのものの酸性化が進むんです。うん、そうすると、1日目で言いましたけど、ミミズなんかが死んじゃうんですよ。<ー>地面を作る、土を作るっていう生き物がいなくなって、 生態系、ピラミッドのてっぺんから殺していきますからね。はい。やっぱ、だから、あの、なんかこう、強い生き物がいると、まずは狼なら狼を撃ち殺して、牧草地帯の安全を図るとかでしょ我々がやってきたの。はい、その、都度のつまりの行き先がアメリカ、ロシア、中国の大規模農業なんで、支えきれない農業の現状が出現しつつあるんじゃないか。だから、 私さえ選べばいいことあるっていう、叫んじゃうっていう現象が起こるみたいですね。えー、さあ行きましょうね。細かい数字でありますが、2050年人口が90億。これもう間違いないと言われております。現状よりも60%の穀物を増収穫しないと、90億を養える食料ができない。一番手っ取り早い方法は、これもうなんかだから俺はだから、 きっととここういうういを含めてて母ちゃんから言われてるんでしょうね、はい、肉を減らして穀物を食べるうそういう食,生活食習慣を復活させないともう肉に特化してるような食事をする国はまず滅びるっていう、はい、ですから早い話が「肉を食うなと」と女房が言う通り食わなくていいのよと <laughs> レンコンを食えばいいのよレンコンなんだ、はい、食事を。 変えないと持たないぞと。はあ、これさ、この山田さんっていう研究者も面白いですね。今、生態系のピラミッド世界で見るんだって。そうするとね、行くぜ、かな。はい。人類が70億。はい。70億人いるんだね。で、鶏は、ちょっとね、204億人いるんだって。二0 4億うん。はい。で、牛が15億頭。うん。豚、羊、馬。 そうそうそう、はい、世界中全部合わせてで現在人類は生態系のもちろんピラミッドの頂点にいるんですけども本当おっしゃる通り、うん、天敵がいないわけですね人間にははいだからそのこれら貝の家畜のために牧草地を広げ森林面積を急速に失いつつある、うん、人類は今 何よりも問題なのは土を失いつつあるという,う、えー、この問題をどうやって解決するかこの次また明日のマダチャの上でおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香奈です狼というまあその生態系のてっぺんにいるものそういうものがいなくなると下の方のウサギも滅びるのではないかというはい 動物の,あの生きていく世界を三角形のピラミッドでしっかり考えようという山田武さんの5本を3枚におろしとるわけでございますけども、はい、山田さんの提案は土がなくなりつつあるんだと。だから、その土をいかに回復すべきかが何よりも大事な農業の問題であると。でも逆の発想では オランダみたいに土に頼らない農業をやろうというような農業の発想もあるんですね。ただしこれはやっぱり大手の巨大な会社が資本金を出さないと育たないでしょうから。ありものでやるとすればですね、山田さんは土を取り戻すために絶対必要なのが紅葉樹林体であると。日本の山野は くしゃみばっかりする花粉症で有名な杉ヒノキが多ございますけれども、そればかりじゃなくて、かえで、桜、か、えー、かつら、欅土き、これらの紅葉樹の落ち葉がものすごく大事で、この落ち葉が溜まっていくんですよ。はい。で、大地の上に積もることによって、落ち葉からにじみ出た栄養素が地面に染みてって、それがかなりあれですよ 虫を呼び寄せるんですよ。<う>虫って嫌いかもしんないけど、やっぱり土を作るためには、ものすごく虫の力が。で、虫が集まってくると、必ず、その、獣が集まる。はい。豊かな川があって、豊かな川ができれば、必ず豊かな海ができるっていう。日本の沿岸で、非常にこう豊かな、 あの、海を作るっていう運動さえしっかりやっておけばなんとかね。うん。参りましょう。常用樹林帯、いつも緑の山は実はあ土壌流出を起こしやすく大雨で崩れやすい。一番強いのは落葉紅葉樹林帯。様々な樹木、低木、草が生えるという明るい森だという。常用樹林帯ってやっぱうっそうとしてますよね。 暗い森じゃダメなんだと。ええ、明るい森だ。はい、生態系ピラミッドは森であっても多様さをしたい、独占を激しく憎む。やっぱね、多様さって大事なんですね。ナラクヌギが林を独占すると必ずキクイムシっていう虫が大量発生する。うん、そういうものにブレーキをかけるためには生態系多様さが必要である。 俺なんかこう意見なんか一遍にまとまった方がいいのかなと思うんだけど、自然も人間も多様さって大事なんだな、はい。なんだかん、ね、だ、最近そういうことやたら感じるな。うん、だから、変わった意見の人がいても、そう簡単に潰してはいけないような気がするんですね。はい、まだいますね。ちょっと話、脱線させますが、この間こう入ったら、 まだパンフレットが置いててあって「大麻、うん、を使いましょう運動」のパンフレットがあ,ありますかうん,うんまあ麻布っていう地名があるぐらいですからあそこでああ大麻のまあ、はい、そうですよ朝ですから作ってたんですよねから絹田世田谷の、はい、あれは朝で作った繊維をほぐす音ですよね キヌタっってていう石槌で打柔だから、あの、その朝を利用していろいろっていうのは、朝の利用方法なんて、昔の人はいくらでも知ってたし、俺、幻覚が起きるなんてことは、もう知ってたと思うよ。<ー>それを、そのなんか、アメリカでは治療に使っているとか、アメリカでは、がんの患者さんに使われていますとか、<ー>私は知っているのよとかね。 その態度がね、ごめん、嫌いなんだ。話が全然違うとこ行っちゃったね。大和の話になっちゃって。うん、でも、多様性は認める。はい。その多様性をいかに、その、お金のかからない知恵にしていくかっていうことなんだな。例えば、九州の水田でジャンボタニチが発生。これ戦後のことで、食料として持ち込まれた。 で、すんごい繁殖力で増え続けた。このジャンボ谷タ,タニシが困ったことに、田植えの稲を襲うんだって。うん、柔らかいから美味しいから<ー>、食っちゃうんだって。はい、みんなで頭抱えて悩む。こういう駆逐するためにはどうしたらいいかって。何のことはない。野菜のくずを、水田の中に置いといたら、それに全部たかったんだって。ジャンボタニしが。んそれで、 そのタニシを全部取っちゃったっていう。はい。ほんで、すっごく、なんか生き物って面白いんだな。ある程度、その、稲が伸びて、茎が太くなったら、このジャンボタニシってもう硬いから食わないんだって。うんそのままにしとくと、伸びてきた雑草を食べてくれるんだって。ほ<う>やっぱ、よく観察して、いかに利用するか。 ということなんだよね。えー、なんかこう人間が勝手にあのこれはこんな風な使い道があるから便利だとかって叫ばないんで便利と不便っていうのをちゃんと使い分けてっていうその観察力がないと、うん、なんかこううまく自然と折り合っていけないような気がするんでございますかね。はい、はい。というわけでちょっと理屈っぽい今週でございますけども次週もこの回続けたいと思いますんでぜひお付き合いのほど あの、不動産王の後取りで有名だったの。えー、そうなんだ。これで、あれ不動産王なのよ。いやーだ、ちょっともう一回見たい、マクテフィーチャ、えー。うわー、面白い。ぜひ見てください。<ー>さあ、行きますよ。アメリカも我々が知ってるすっごい強大な力とか、素晴らしい個人主義とか、そういう面と、基本のところでうまくいかなくなりつつあるものがあるわけ。うん このあたりは、俺、全然わかんないけど、そら、頭のいい先生に聞いてほしいんだけど、アメリカでの最大の問題は、えー、アメリカでは1トンのトウモロコシを作るために、毎年2トン以上の土が消えてなくなってるっていう。うん、アメリカのトウモロコシの大黒層地帯あたりなんですが、本当に考えなきゃいけないのは、 どんどん土が削られてるんですよ。はい、それで、汲むだけ水を地面の下から汲み上げるんですけど、スカスカになってきてるんです。はい、もう、上空から見るとわかるんですけど、皮膚病みたいに点々と何を植えても育たないっていう土の、あの、枯れた土、砂漠化した土がアメリカの穀倉地帯に広がってるんです。うん、これは、 ロシアも中国もそうなんです。もう、金さんもわかるよねとにかく化学肥料で何とかしようって言う。うとにかく、たくさん作らないと儲からないわけだから、はい、収穫量でとにかく補っていくわけで、あの、どん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 肥料を与えるんですけども、肥料を与えることによって、大地そのものの酸性化が進むんです。うそうすると、1日目で言いましたけど、ミミズなんかが死んじゃうんですよ。はあ 地面を作る、土を作るっていう生き物がいなくなって、生態系、ピラミッドのてっぺんから殺していきますからね。はい。やっぱ、だから、あの、なんかこう、強い生き物がいると、まずは狼なら狼を撃ち殺して、牧草地帯の安全を図るとかでしょ我々がやってきたの。うん、その、都どのつまりの行き先がアメリカ、ロシア、中国の大規模農業なんで、支えきれない農業の現状が、 出現しつつあるんじゃないか。だから、私さえ選べばいいことあるっていう、叫んじゃうっていう現象が起こるみたいですね。えー、さあ行きましょうね。細かい数字でありますが、2050年人口が90億。これもう間違いないと言われております。現状よりも60%の穀物を増収穫しないと、90億を養える食料ができない。 一番手っ取り早い方法は、これもうなんかだから俺はだからきっとこういうことを含めて母ちゃんから言われてるんでしょうね。はい。それが今砂漠になっちゃってどんどんという。だから、ダム作りゃいいってもんじゃなくて、うん、今はアスワンハイダムがエジプトを苦しめているという。<へ>政治的な動きいろいろあると思いますが、 このダムが首を絞めたというのがエジプト経済にとっては非常に大きなことではなかろうかと。これがですね、アメリカなんかにも共通したことが言えて、トランプさんなんかが登場するのが当たり前という裏事情があるからですね。はい、この土の話からアメリカを明日は語ってみたいと思います。この次また明日の話題の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。これがまた面白い裏話があるな。あとバックトゥーダ・ビーチャー見た見ましたよ。あん中で、あの、ジャイアンが出てきていじめ抜くでしょ。はいはい。はい。あれがトランプさんなんだって。えー <laughs> えあれね、もう一回かな、見てごらん。あ、本当にうん。髪の毛むやみにぼわーっとしたり。なそう、言われてみれば。で、太って。はい、そうです。であ、言われてみれば、ちょっとわかる。それがね、アメリカの三粒子で話題になってるのは、うん、あれ、バックトゥーラフィーチャーの最初、最後。はい。最後版。はい。あれ、今年なんですよ。え、嘘。それでですね、あの中で、あっと驚くんですけども、 えっと、電光掲示板にニュースが映るんですけど、108年ぶりに、ほら、シカゴカブスが優勝してるんですね。えそれが、バックトゥーダフィーチャーの街角の速報で流れるんです。嘘でしょ気持ち悪い、なんか。あれ、あの、前から言われてたけど、監督さん懲り手だから、怒る可能性は全部あげたみたいですね。あの、新製品で何ができるかとかって言うんで。 空飛ぶスケートボードとか、靴の紐を自動で結ぶとか、出てきますよね。よねあれはできたでしょ自動で結ぶやつはできたんだよ。本当に作ったの。本当,本当に作ったのよ。えぇ、ー、そうなんだ。うん。で、あの、浮かぶやつ、反重力で浮かぶやつはできてない。うん。ほんで、あの、いじめっ子が、いじめていじめていじめ抜く人が、トランプさんをモデルにしてるんだって。もう、えー、あの映画を作る時から、 あの、不動産王の後取りで有名だっただ。へえー、そうなんだ。これで、あれ、不動産王なのよ。いやちょっともう一回見たい、マクティー・フーチャー。う,うわ、面白い。ぜひ見てください。<ー>さあ、行きますよ。だから、アメリカも我々が知ってるすっごい強大な力とか、素晴らしい個人主義とか、そういう面と、基本のところでうまくいかなくなりつつあるものがあるわけ。 この辺りは俺全然分かんないけどそり頭のいい先生に聞いてほしいんだけどアメリカでの最大の問題はええー、樹林帯様々な樹木低木草が生えるという明るい森だという常用樹林帯ってやっぱ鬱蒼としてますよね暗い森じゃダメなんだと、えー、明るい森だ、はい、生態系ピラミッドは森であっても多様さをしたい独占を 激しく憎む。やっぱね、多様さって大事なんですね。ナラクヌギが、林を独占すると、必ず、キクイムシっていう虫が大量発生する。うん、そういうものにブレーキをかけるためには、生態系、多様さが必要である。俺なんかこう、意見なんかいっぺんにまとまった方がいいのかなと思うんだけど、はい、自然も人間も、多様さって大事なんだな。はい。 なんだかね、最近、そういうことやたら感じるなぁ。だから、うん、変わった意見の人がいても、そう簡単に潰してはいけないような気がするんですね。はい、まだいますね。ちょっと話、脱線させますが、この間、こう、入ったら、まだパンフレットが置いてあって、うん、あの、大麻を使いましょう運動のパンフレットが。あ<ー>、うん、ありますかうん。うーん まあ、麻布っていう地名があるぐらいですから、あそこで。ああ、大麻の、まあ。はい、そうです朝ですから、作ってたんですよね。から、木ぬ世田谷の。はい、あれは朝で作った繊維をほぐす音ですよね。キぬタっていう石槌で打って柔らかくするんです。朝の繊維を。はいはい、だからあの、その朝を利用していろいろっていうのは、朝の利用方法なんて、 昔の人はいくらでも知ってたし、俺、幻覚が起きるなんてことは、もう知ってたと思うよ。<ー>それを、そのなんか、アメリカでは治療に使っているとか、アメリカでは、癌の患者さんに使われていますとか、<ー>私は知っているのよとかね。その態度がね、ごめん、嫌いなんだ。<laughs> 話が全然違うとこ行っちゃったね。の話になっちゃっ <laughs> うん、でも、多様性は認める。 はい。その多様性をいかに、その、お金のかからない知恵にしていくかっていうことなんだな。例えば、九州の水田でジャンボタニシが発生。これ戦後のことで、食料として持ち込まれた。で、すんごい繁殖力で増え続けた。このジャンボタニシ、タニシが困ったことに、田植えの稲を襲うんだって。うん、柔らかいから美味しいから<ー>食っちゃうんだって。はい、みんなで頭抱えて悩む。 駆逐するたためにはどうしたらいいかって何のことはない野菜のくずを水田の中に置いといたらそれに全部たかったんだってジャンボタニシがそれでうんと行くんではないかだってもう最近すごいじゃないですか鹿の体当たりやりとかあそう、ね、今年の秋口は<い>しかも町の真ん中まで来てるわけでしょうん、うん、まずは鹿の方の害から言いますとこれね鹿の害がの害が 熊の被害を呼んでるところもあるんですよ。鹿というのは背の届くすべての草木を食い尽くす。うん、それでその食い物を探しに、イノシシとか熊がさあ,<ー>あの、町まで降りてくるというわけでありますな。はい、で、まあ私は、狼は日本の山野に放てばっていうことをこの番組で、その、その手の本を取り上げたんでありますが、山田さん、この山田武さん、健さんはですね、この考え方には 大反対でありまして、増えすぎた鹿に対しても、そんなにうまくいかないと。うん、なぜならば、あの、鹿は獲物としてでかいんで、危険な目に遭うことが多いと。鹿もただ食われやしねえから、うん、暴れたりなんかすると、狼も傷つくと。となると、狼はもっと小型を狙うっていう。うああ、言われてみればそうだな。そ,うん、そ,そういう例があるのよ。うん ハブが増えたんで、マングースを放したら、マングースがハブと戦わないで、鶏ばっかり食って歩いたっていう、それで害虫になっちゃったっていう、なかなかね、自然っていうのは。マングースも、やっぱハブとは戦いたくないんですよね。そうですよね。危ないから。勝つか負けるか、生きるか死ぬかの世界ですもんね。やられたらね。 鹿を害獣と考えて狼を導入するという発想こそ、ピラミッドを消してしまうことになるんだと。害獣を生んだのはあくまでも人間であって、勝手に決めてはいけないと。うん、はい。で、その一例として著者は別の例を挙げてあります。これはね、俺なかなか面白いなと思ったんですが、カしの長きくい虫。えまあ略してきくい虫でいいや。虫うん、まあ。まあ毛だらけの、 体長が4から5ミリって言いますかちっちゃい。うん。あのー、主に山野では、小ならとくぬぎに取り付いて、その木を食うんだって。はい。ほら、やっぱ、自然の体系を守るって難しいんだね。小なら、くぬぎといえば、あなたは町っ子だから知らないから、おじさんが教えてあげましょう。はい。これですね、炭にするための木なんですよ。ん炭<ー>にするために、昔の人が、 あの、里の近くに植えてるんですよ。コナラとクヌギを。はい、これすっごい便利な木でしてね、ある太さになったら、あの、根っこを残しといて切っちゃっていいんだよ。切るとね、脇から出てくるんです、また。ここ<う>でね、えー、周期どのくらいだったかね、10年以上くらいで、前に切ったやつと同じ太さになるであると。ピラミッドの構造全体ね、それが大事なんだというね。 こっからは数字的な話なんですが、私が感心しますのは、鷹とか和紙。これがね、すごいんですよ、やっぱり。和紙の場合だと、1万ヘクタールで、ワンツガイかな。ワンペア。はい、もうちょっと、あの、わかりやすく後ですぐ話しますからね。500から100ヘクタールが鷹の環境が必要で、東京ディズニーランドが50ヘクタールだそうです。はい。だから、 1>, 1万ヘクタールを必要す、とする和紙、え、500から100ヘクタールを必要とする鷹、それがどれくらい広大な森が必要なのか分かるでしょうはい。山手線の内側、これまた東京の方しか分かりませんが、申し訳ございません、地方の方、山手線内側で、え、6300ヘクタールだそうでありまして、これね、高熊で言うと、10都外がやっとなんだって。高熊 鷹とか熊でね。熊熊。クマあ、ごめんなさい。あのワ<シ>タ鷹とかワシで。うん。すごい、だから、頂点というのがいかに貴重な存在か。母さんは時間の関係で見ねえか。鉄板ダッシュって見ない。ああ、たまに見ますよ。あやっぱさん、もう本当にす。すごいと思いますよ。すごいな彼らのプロジェクトの中で、東京のど真ん中で、その、いわゆる生態系を自分たちで作ろうっていう試みやってて、うんうん 東京のど真ん中のある学校の屋上を借りてそこに草花を咲かせて自然をっていう、はいはい、よーく調べるとあの新宿でタヌキがいるのねあなんかそれ聞いたことあるあれはねびっくりするよはいからまあ余談だけどリーダーはい城島く君がこないだあの秋のシリーズかなんかでさ稲刈りやってんだけどさ、ええ もう後ろから見ると完璧。福、福島のお役所さんだよね。もう見事なのよ。釜で買って。腰入ってますね。腰入って、ほんであの例の藁を抜いてくるかなとまとめて、束にしていくってのが、ううああいう彼らのあのテレビ番組見てると、もう自然っていうのが本当にわかるね。あの、はい、あの、ああの島で、 生きていくとか、あれかもう一つ、横浜の海岸にダッシュ海岸って作って、魚を呼び合う。ええ、俺、あのシリーズが面白くてさ、はい、やっぱり自然のバランスっていうのは、本当に難しいんだね。で、自然の一番の重要なポイントでありますが、頂点をなくすと、たちまち、ピラミッドが崩れるそうであります。で、<ぁ>そういう意味で、私、おすすめの日本の山野にかつて頂点としていたオオカミ。 これね、70年前、戦後日本で日本狼オオカミ絶滅するんです。今まで生きていくとか、あれかもう一つ、横浜の海岸にダッシュ海岸って作って、魚を呼び合う。ええ、俺、あのシリーズが面白くてさ、はい、やっぱり自然のバランスっていうのは本当に難しいんだね。で、自然の一番の重要なポイントでありますが、頂点をなくすと、たちまちピラミッドが崩れるそうであります。 で、そういう意味で私おすすめの日本の山野にかつて頂点としていた狼。これね、70年前、戦後日本で日本狼絶滅するんですけども、うん、そこから、あの、その狼を狙う漁師さんという天敵も消えちゃって、その、非常にこう日本の大自然、自然というのは、 焦点をなくしているという。ここから話を始め起こしたいというふうに思いますが、この続きまた明日のまな板の上で。 おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷かなです。狼話でありますが、いつも話してる話とは逆の話でございまして、狼を野に放てば日本の自然が良くなる、そんなことはねえよ、という逆さの意見を今週は取り上げてみました。はい、日本の山野の頂点にはかつて戦前まで狼がおりましたけども、まあ、70年前戦後日本で日本狼は奈良が最後だったかな。 絶滅しちゃうんでありますね。それで、まあ、山の環境も変わりまして、また漁師の人たちも、たちまち商売にならず消え伏せまして、日本の自然界は頂点の獣をなくすわけでございます。で、というわけでございます1989年、なんと35万頭の鹿がおりましたが、1989年には、はい、これが2010年、最近の調査では、この鹿が、 三百二十五万頭に増えてる。あ,あ、そんなにめっちゃくちゃ増えてるんですよ。十<ー>倍。もう鹿やりっぱなしですから。はあ、あの、ちょっと朝からなんですが、セックス大好き。鹿、はあ、ってそうなんだ、ええ。全く私の一言に反応しませんね、あなた。いやいや <laughs> セックス大好き。ねック鹿ってそうなんだ。<laughs> え、2016年では一千万頭いくんではないか だってもう最近すごいじゃないですか。鹿の体当たりやりとか。ね、今年の秋口は、しかも街の真ん中まで来てるわけでしょ、うん、まずは鹿の方の害から言いますと、これね、鹿の害が熊の被害を呼んでるところもあるんですよ。鹿というのは背の届くすべての草木を食い尽くす。それでその食い物を探しに、イノシシとか熊がさ、あの、街まで降りてくるというわけでありますな。はい。 で、まあ、私はあ、狼は日本の三野に放てばっていうことをこの番組で、その、その手の本を取り上げたんでありますが、山田さん、この山田武さん、健さんはですね、この考え方には、はい。このピラミッドこそが重大であると。ピラミッドの構造全体ね、それが大事なんだというね。こっからは数字的な話なんですが、私が感心しますのは、鷹とか和紙。 これがね、すごいんですよ、やっぱり。わしの場合だと、1万ヘクタールで、ワンツガイかな。ワンペア。はい、もうちょっと、あの、わかりやすく後ですぐ話しますからね。500から100ヘクタールが高の環境が必要で、東京ディズニーランドが50ヘクタールだそうです。はい。だから、1万ヘクタールを必要とするワシえー、500から100ヘクタールを必要とするタカ それがどれくらい広大な森が必要なのかわかるでしょうはい。山手線の内側、これまた東京の方しかわかりませんが、申し訳ございません地方の方。山手線内側で、え、6300ヘクタールだそうでありまして、これね、高熊で言うと、10つ貝がやっとなんだって。高熊高とか熊でね。熊熊。ごめんなさい。あの、ごめんなさい。とか紙で。すごいだから、 頂点というのがいかに貴重な存在か火さんは時間の関係で見ねえか鉄腕ダッシュって見ないああたまに見ますよあやっぱさんもう本当にすご,すごいと思いますよすごいな彼らのプロジェクトの中で東京のど真ん中でそのいわゆる生態系を自分たちで作ろうっていう試みやってて、うん、東京のど真ん中のある学校の屋上を借りてそこに草花を咲かせて、はい、自然をっていう よーく調べるとあの新宿でタヌキがいるのねあなんかそれ聞いたことあるあれはねびっくりするよそれ、はい、からまあ余談だけどリーダーはい城島君がこないだあの秋のシリーズかなんかでさ稲刈りやってんだけどさええ もう後ろから見ると完璧、福、福島のお役所さんだよね。もう見事なのよ、釜で買って。腰入ってますね。腰入って、ほんであの例の藁を抜いてくるくるとまとめて、束にしていくっていうのが、ああいう彼らのあのテレビ番組見てると、もう自然っていうのが本当にわかるね。あの、はい、あの、ああの島で、 生きていくとか、あれかもう一つ、横浜の海岸にダッシュ海岸って作って、魚を呼び合う。ええ、俺、あのシリーズが面白くてさ、はい、やっぱり自然のバランスっていうのは本当に難しいんだね。で、自然の一番の重要なポイントでありますが、頂点をなくすとたちまちピラミッドが崩れるそうであります。で、そういう意味で私おすすめの日本の山野にかつて頂点としていたミ これね70年前戦後に積もることによって落ち葉からにじみ出た栄養素が地面に染みてって、うん、それがかなりあれです虫を呼び寄せるんですよ<う>だから虫って嫌いかもしんないけどやっぱり土を作るためにはものすごく虫の力がで虫が集まってくると必ずその獣が集まる。はい 豊かな川があって、豊かな川ができれば、必ず豊かな海ができるっていう。日本の沿岸で非常にこ豊かな、あのー、海を作るっていう運動さえしっかりやっておけばなんとかね。うん。参りましょう。常用樹林帯、いつも緑の山は実は土壌流出を起こしやすく大雨で崩れやすい。一番強いのは落葉紅葉樹林帯。 様々な樹木、低木、草が生えるという明るい森だという。常用樹林帯ってやっぱうっそうとしてますよね。暗い森じゃダメなんだと。えー、明るい森だ。はい、生態系ピラミッドは森であっても多様さをしたい、独占を激しく憎む。やっぱね、多様さって大事なんですね。小奈良、クヌギが林を独占すると必ず キクイムシっていう虫が大量発生する。うん、そういうものにブレーキをかけるためには生態系多様さが必要である。俺なんかこう意見なんかいっぺんにまとまった方がいいのかなと思うんだけど、はい、自然も人間も多様さって大事なんだな。はい。なんだかね、最近そういうことやたら感じるな。うん、だから、変わった意見の人がいても、そう簡単に潰してはいけないような、 気がすするんですね、はい、まだいますね。ちょっと話、脱線させますが、この間、こう、入ったら、まだパンフレットが置いてあって、うん、あの、大麻を使いましょう運動のパンフレットが。あ、ありますかうん。うんまあ、麻布っていう地名があるぐらいですから、あそこで。あータイマ、まあ、大麻の、まあ、そうです朝ですから、作ってたんでしょうね。 うんから絹田世田谷の、はい、あれは朝で作った繊維をほぐす音ですよねキムタっていう石槌で打って柔らかくするんです朝の繊維を、はいはい、だからあのその朝を利用していろいろっていうのは朝の利用方法なんて昔の人はいくらでも知ってたし俺幻覚が起きるなんてことはもう知ってたと思うよ それを、そのなんか、アメリカでは治療に使っているとか、アメリカでは、癌の患者さんに使われていますとか、<ー>私は知っているのよとかね、その態度がね、